NHK 連続テレビ小説「虎に翼」の開幕とともに歴史を塗り替えた一人の女性の物語が脚光を浴びています。それは日本初の女性家庭裁判所長三淵義子さんのお話です。三淵義子さんは女性初の弁護士になり後に裁判官最終的には家庭裁判所長となり日本の火災の母と言われた人です。 NHK ドラマではヒロイン、井野爪智子を演じるのは伊藤沙莉さん。彼女の母親役には石田ゆり子さん、父親役には岡部隆さんが演じています。NHK のドラマとは多少、ストーリーや人物も異なりますが、三淵義子の生涯の方が史実には忠実です。チャンネル登録をしていただき、チャンネル人間万事採用が馬からご視聴ください。